ヨハネの福音書ヨハネは神格において神と同等で人間性において人と同等な唯一恵みと真理を最上級の形でもたらした宇宙のキリストを描写しているヨハネの福音書での驚くべき要素は キリストの神格への協調である。そこには生誕の祝いはない。また、アラノの誘惑も悪霊払いもない。ヨハネは最初からキリストをその栄光の面で表現している。キリストは受肉からテテレスタイ、それは完了したと叫んだ。 十字架まで栄光がある。彼は被害者ではなく勝利者である。福音書のはじめでヨハネは創世紀の3章を統合して、創世紀の創造主が誰であったかを明かしている。キリスト自身である。著しく 愛という言葉はヨハネの福音書で57回現れるそれは他の3つの福音書を合わせた数よりも多いキリストの神格性を証明するためにキリストが誰なのかを表明する固い言論をヨハネは7つのしるしと 7つの声明で書き出しているイエスがいるところでは王国は成就するヨハネはキリストの敵対者が普通の罪人ではなく殺害的な悪魔の子である理由を明かすラザロの復活さえ彼らの救世主を 殺す決意を変えなかった十三章でヨハネはキリストの貼り付けの時を杉越の生贄につなげ杉越の子羊としてのイエスを強調した彼への大祭祀による尋問と虐げの出来事はキリストが理由なく彼を討った 役人をを叱るるところを見せる神として彼は宗教的虐待を許さなかった後にピラトとの会話でイエスの受難は他人からの礼遇ではなく真理を中心にするヨハネはキリストをさらに高い世界に属することを描き彼の 王位はこの世からではないことを強調した彼が高められた種でありはじめとその働きを通して強力で彼の栄華と神の栄光の啓示として十字架を指した復活は承人教会の代弁者と助けとして助け主 聖霊を送るイエスの約束とともに、キリストの栄光ある刑事と権限の継続である。ヨハネで復活した主は、とても具体的に、マグダラのマリア、トマス、ペテロなどを気にかけている。キリストの墓を最初に訪ねた、 マリアは復活したキリストを見るのもそうであった。キリストは優しくトマスの不信仰を正し、愛に満ちながらも、確固たる方法でペテロを弟子らの前で修復した。適応、この福音書の独特な要素の一つは、宇宙的なキリスト、ロゴスが。 肉にある神でありながら各々と対話するときにとても個人的であることだそこには読者へ神の子としてキリストに信頼を置くことへの正体があるその結果は永遠の命だ個人的な神は個人的に救いへ招く。 キリストは福音書の最初から最後まで罪人には優しいが廃墟者は憐れまないキリストは我らの神が真に誰であるかの誤った理解を正してくれる彼は超越しているがとても近いこの方は我らを求め最後まで愛し 彼が準備してくれた豪邸に住めるように彼らの中に幕屋を作る